新企画どっちでやっていきましょう。イエーイイエーイ。はい、右左どっち？こっち。どうぞ。まあ同じ柳系ね。どうでしょうかね。まあすごいね。いやすごいわ。これはお風呂だね。そう、忙しい中、まあ、また呼んでいただけたわけなんだけど、割とでもコメントでも皆さんこう楽しんでくれてるみたいなので、そうね、今んとこ ね毎週ねハラハラしながら見てる、楽しんでいただいてよかったみたいな。本当にあの友達ちょっと邪魔なの聞かれたらどうしようかなと思いながらね。そんなあの悪い視聴者様はいらっしゃらない。あ、そう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 ありがたいことですね、本当に。そうね、ということで、うん、見てもらうと分かる通り、うん、鼻すごくない？そうだね、うん、今まで見たことないぐらいなんか大盤振る舞いって感じだね。今日のためにね準備したんです。だったらさ、俺にもうちょっとさスケジュールに合わせてくれてもいいわけだけど、仕事の都合上いろいろ花があったタイミングだったってことでしょ。おー、差しがいい。何も伝えてないもんね。明日ちょっと来てっつって、急遽来てっつって、そうそうそう、急遽来てっつってちょっと仕事できついわみたいな。でもちょっと花がさとかって言われてイベントをね、うん、やったのね、うん、そんな中でこうたくさん花を準備したっていうので。なるほどね。それがイベントが終わって、うん、このまんまは枯らしちゃうのももったいないし、自分一人で行けるにもやっぱりこの量だと限界ある。なるほどなるほど、うん、今まではこう下のマンションのエントランスに飾ったりもしたんだけど、はい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 、まあ、せっかくならこうやって YouTube で皆さんにも楽しんでいただければなと思ってお声掛けさせていただきました。なるほど、それに呼ばれたってことですね。そうそうそう、納得しました。はい。でね、なんかちょっと自分の中でも企画がありまして、はい、新企画どっちでやっていきましょう。イエーイイエーイ。で今ね、タイトルも適当につけたんだけど、本当にね、ふわっとしたタイトルだったからね。ざっくりとしたね。そうね、初めて聞いたよ今。で、あのルールも自分の中ではそこまで決めてなくて、はいはい、だからまあ本当に今日初回ということでいろんな意見を交えつつやっていければなと思うんだけど、うん、こう料理の番組っていうか YouTube でこういう企画があるんだよね。うんうん、あるよね。うん、塩と胡椒を持ってどっちとか、ベーコンとか卵を持ってどっち、うん、でそれを混ぜてチャーハンを作るとかっていう、うん、なんチャンネルだっけ、秘密基地かな、本当に。とっても面白いチャンネル、まあそれを花でもやったら面白いんじゃないかなっていうところで、ただね、量とか種類がたくさんないと、うん、なかなかいろんな花でこうこうこうっていうのはできないし、そうね、花ってもう数日でダメになっちゃうので、そうだよね、今日急遽ごめんね、忙しい。いやいやいや、美味しいご飯をねご馳走してくれる、はい、ご馳走させていただきます。ということで、うん、ざっくりとなんだけど、これからマリモッコリくんのだいぶ違くね、あれなんだっけ、手間りそうだよね、手間おじだ、手間おじ、手間おじの選んでもらったお花をこうどっちで、自分はこれが見れないんですけど、こっちこっちこっちっていうので、大体まあ3種類ぐらい選んで、はい、それをいけていこうかなと。3種類ね、うん、というまあざっくりとしたルール。まあ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 やってみないと分かんないっていうところで、ね、そうだね、うん、まあ第1回目ということで、うん、でお花たくさんあるので、今日も4本ぐらい取れればなと思っています。もう8時ですよ、さて頑張りましょう、つけましょう。そんなところで、うん、本当にふわふわしてるのでやりながらちょっとルール変更とかもあるかもしれないんですけど、うん、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速選んでもらおうかな。教室にあるお花、例えばこういうね、枯れ物、それ花なんだ。まああの枯れ物教室にあるものだったら何でもいいよ、こういうのとかもね。麦茶、麦茶もええよ、なんかね面白そうだなと思ったら何でもいいよ。あんまり言っとくとおかしくなっちゃうからね。あ、この辺り調子乗ってるのよ。皆さん見えるかな。顔出し NG ということで急遽これ何だと思います？紙袋。よし、じゃあやっていきましょうか。もうこれはさ、副材とかそういうのは気にせずに、うん、いっちゃっていいわけね。いいよ、まあ、なんとか俺がまとめる。マジか。ただどうしようもない時は、うん、まとめるためのなんか一種類を選ばせてもらう可能性もあるから。なるほどね、分かった。ざっくりしてるね。準備できたら準備できたっていう、そしたら、ああそうだね、そうだ、チョイスをね。はい、じゃあ早速、じゃあまず一つ目のチョイス。お、早い。はい、右左どっち？こっち。おー、あ、で、一本だけっていうのはなかなか難しい飾りもあったりするので、今、ひまわり選んだんですけど、ここにある本数いくつかひまわりで生けるときに選ばせていただければ。なるほどなるほど。ちなみに反対はこいつだったんだけど。あー、いい飾りだね。おー、こっちが良かったな。っていうのもまあ。これいいなぁ。そうそう、まあでも、ね、これでちょっとポイントは一つ、ひまわりもいろいろいけれる飾りなので。なるほどね、うん、じゃあひまわりとりあえず、はい、はい、 OK です。じゃあ次何しようかな。下向いてて、
結構これ怖いな。何が来るか分からんね。俺もちょっと楽しみだよ。どんな世界が生き上がるか分かんないよね。ひまわりね、夏らしくていいですね。よし、次。オッケー。はい、右左どっち？こっち。おー、あ、いいね、いいね。雲流柳。ちなみに右はこっちでしょ。あー、こっちの方が良かったかも。あー、なるほど。ひまわりと菊って同じ輪のタイプだから、うん、ちょっとね、どっちが主役かっていうところで、これは雲流柳。雲に龍に柳と書いて雲流柳という形ですね。はい、よし。いい、なんかイメージが一気に、イメージ、イメージ湧いてきた。うん、俺は全然わかんない。もう何が来ても問題ないな。来た。で、器は花材を見て自分で選ばせて。それはそうね、うん、はい、じゃあもう一回向きます。はい、はい、右左どっち？こっち。どうぞ。あー、まあ同じ柳系ね。これは柳系なんだね、うん、それは石化柳っていう。ちなみに右は聞くね。あー、なるほど、同じパターンもあるのね。いや、なんでもいいって言ったから。なんでもいいんだったらなんでもいけるって。うん、なんでもいける。そうそう、両方大丈夫です。え、本当に？うん、この3つで大丈夫？この3つでいける。本当？うん。で、器もなんでもいけそうだな、量もあるし。すげえな。本当に？うん、まあいろいろ可能性はあるね。じゃあ器も俺が勝手に選んでいいの？それはやめとく。いいよ、器も。ですよ。そうでしょ。ここだね、綺麗にまとめたらかっこいいですよね。これでも器は今回花材割といけやすいものだったから。本当？それがわかんねえんだよな、全然。選んだ花材によっては私で選ばせていただくパターンもあります。よし、決めた。お、早い。はい、右左どっち？こっち。はーい、こっちです。おー、変形花器って言われる、ちょっと変わった形の器。もう一個はこっちだったんだよ。あー、そっちの方が行きやすかったかな。口が小さいっていうのでちょっと。なるほど。入れるのが難しいけど。なるほど。じゃあこれで行きましょうか。行けていく。行けていく。よし、やっていきましょう。で、器もね、急遽こっちで選んだ器なんだけど、うん、これいわゆる、まあ、変形花器って言われてる形の変わった器。J ね。J ね。なるほどね。逆 J ね。こうだよね、J。うん。え？J こうだよ。あ、じゃあ J。頭割り。こうだよね、J。恥ずかしい。J の形のね、J は。こうやって立てて使うこともできれば、寝かして使うこともできる。うん、こういった変形花器っていうのは、いけばなって器と植物、うん、器の取り合わせってすごく大切で、うん、その器の質感とか形とかとお花をどうやって合わせていくか。うん、なるほど。まあ変形花器になると、この形とどう合わせていくかっていうのが一つポイントになるのかなと。うん、まあ、形で言うと、ここ。穴が2つあるので、うん、この2つを使っていけるのか、寝かせて2つ使うのかとか、そういったところも作品の見え方っていうのかな、ね、にかかってくると。で、今日は寝かせて使おうかなと。ニジェってことね。つだけどね、寝ちゃったら。そうだね、つだね。つだね。俺この器あんまり好きじゃないのよ。あ、そうなの？多分ね、2回目使うの。おー、すごいね。しかも最近使ったばっか、初めて使ったの。あ、ほんと、うん、こんな作品をいけたんですけど、なんでこれまでいけてこなかったかって、色がちょっとね、どぎついというか、なんか、なんて言うんだろう、人工色が強いんだよね。あー、なるほど。元カノが純子だったとかじゃなくて。違う。ジェイコとかね。ジェイコとかね。そう、これを見るとなんかね、儚い思い出が、そう、ふつふつと湧き上がってくるってわけではなくて。あー、なるほどね。どぎついのよ。うん、あ、確かにそう、どきついね、確かに、ね、いかにも人工的に塗りましたっていう色と、うん、自然のものを合わせるっていうのが、まあ、あまりなんか自分の好みではないっていうところで。あ、でも逆にありがたいというか、この企画でね、こうやって使わなきゃいけないってなった時に、なるほどね、うん、まあ、なんとかするしかないからね。うん、そうだね。なんとかしていきましょう。はい、はい、で、たまたまこれもすごいのが、うん、まあオレンジにひまわりのこの黄色って合うのかなって、ね、あー、確かに、うん、だから今作品のイメージ湧いてるんだけど、なんとか形にはなるんじゃないかな。あんま気にせずに選んだけど、もうちょっとそっか、そういう使いづらい色を。いやなんでそっちなのよ。なんかちょっとどうしてもやっぱ敵動揺してる。動揺で隠しきれない。違うのよ、なんか優しさでさ、もうちょっとじゃあ行きやすいのを選ぶばよかったとかじゃないよね。いや、だってそれをやったらなんかやらせみたいになっちゃうじゃん。まあ素人だから分かんなくてこういうのを選んでくれたっていうのも一つ。そう、しかも本当に色気にしなかったからね。何でもいいって言ったから変な形の選んでやろうと思っただけだったから。でも今思えば選んでた2つの柿、そんなに色の相性悪くないの選んじゃってたね。うん、さっきの
青いやつもね、うん、黄色に合うし、あそこら辺意地悪し始めるとあれだし、まあ、だんだん分かってくると逆にそういうね難しいの選んでやろうとか、そう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 、そういうのも分かんないもんね今、うん、本当に気にしてなかったわ。よし、じゃあ入れていきましょうか。はい、今置いたんだけど、うん、これだな、まずまずね、雲竜柳、雲竜柳、うん、2番目に選んだ方かな。もじゃもじゃね、そんなにいる。あ、それ最初単位か。これで2本なのよ。あ、ほんとだ。まあ一応こう2本選んできたんですけど、これをじゃあ受けていきましょうか。はい、まず雲竜柳だね。先生すいません、質問です。はい、座っていいですか。どうぞどうぞ。俺だけ立ちっぱだと。さすがに紙袋取ってるけどね、暑いからね。こんな感じかな、伸びやかに。で、穴が2つあるので、うん、両方の穴をこううまく使って、あこれね、あなたの空間といったところも1つ見どころになればなと思って、うん、まあね、まま、じゃないっけ。あ、そうそう、まおお、使いこなしてんね。間だけは覚えたから。空間間合い、そうそう、間合いだけは使いこなすよ。そうやって徐々にね、知識を、うん、ここをこうやって参加してるだけで上手くなると思うよ。そうね、今うっかり本名言ったけどね。いや、そう思うよ。俺の講習をこうやってね、身近で見てるわけだもん。うん、 いい経験できてると思う、すごく。だってこんなに短期間でさ、プロが生きてるの近くで見てる人って少ないし。そうね。かつ質問をガンガン投げかけられる関係性って珍しいわけじゃん。うん、うんうんうん、だからね、まあ、すごく貴重な経験してるよね。そうなんだよ、ありがたく敬え。ちょっと違うか。調子乗りました。調子乗りました。よろしい。参加していただいてるので。まあでも本当に楽しくね、やらせてもらってます。本当にこの企画始めて俺もなんか純粋に楽しめてるなって。ずっと一人でやってきたから、うん、今ちなみに何を意識してるかってわかる？一体感。うん、まあそうですね、膨らみというか奥行きも含めた間、まあ、みたいな。そうね、膨らみ立体感、うん、ともう一つ、じゃあヒントで穴の部分。ヒントで穴の部分。穴の部分、穴の部分でね、今こう雲竜柳ってうねうねしてる火災だから、うん、お互いを絡ませることで線の独特な面白さ、うん、出てくるかなと思って。うん、なんかトトロのトンネルみたいな。こんな質感の気入ってたじゃん。そうね、メイちゃんがこうくぐっていくやつね。わかんない、わかんないな。まあまあ、わかる人わかるかな。わかるかもって言うってことはヒントがあったはずなんだよな、これの過去に。そうだね、まあ、いけばな特有っていうのかな。アレンジメントとかデザインとはちょっと違いますよっていうところの見せ場なんだけど、で今ちょっとこれが立たないので、うん、こういう太いものでうまく、なるほどね、ストッパーとして止めると立てる。わかんねえな、し、わかんなんだっけな。いや、まだまだだな。そうだね、まだまだだね。まだまだだったわ。なんか2つ、わかんない。わかんない。これ、今、雲竜柳の入ってる本数、うん、こっちが蜜、たくさん入ってて、うん、こっちは1本スカッとしてる。あ、はいはいはい、はい。っていうので、左右非対称の変化。あー。対比とかっていうんだけど、なるほどね。こういう大きな変化をつけると、1つ面白い作品になるほどね、かなと思って、今やってみてます。なるほど。はい、あー、左右非対称ね。なるほどね。そしたら次にこちらのひまわりを、いけていく。いけていく。うぃ。気に入ってんね、そっくりだけどね。オリジナル性皆無。皆無だよね。今回は雲竜柳が主役だから、ひまわりはちょっと下目に。なるほどね。しかも、生きていくはさ、さばいていくに比べて、みんな日常生活でちょっと使いづらいし、ね。いや、それを、いけるのがもう当たり前というか、ああ。受けて楽しむ、そうね。そういう世界に行きたいっす。ああ、行けばなって、行けてるねって話したいってことですね。そう。この辺もやっぱ長短をつけて、今ちょっと高めにいけたので、本は短く。へぇー、ちょっと自分はそういう風にはなんなかったな、自分がいけたとしたらやっぱり。なるわけがない。ポーンと火災が来た時に、なんとなくこういう構成は頭の中には、雲竜柳でもわもわっとして、周りがこうなんか踊るというか。これまあ5本なので2号でいくか、バランス的に。なるほどね。いや確かに、うん、この周りも心なしかご機嫌に見えるね。よしストーリーとか花みたいに、あっはーん、あっはーん、ニコニコ笑って、そればりにご機嫌には見える。確かに。まあいやでもすごいな、俺はこれ全然想像できなかったな、イメージも湧かなかったわ。でも次か、ね、うん、そうね、これでもう形になっちゃってるんだけど、うん、最後にどうすんのよ、俺が選んだんだけど。本当だよ、どうすんのよ、どうすんだよ、じゃあ最終的に選んだのは俺じゃないまあね、でまああまりに長いので、うん、
これはちょっと短く使ったかなと思うんで、そうだ、さっき言ってなかったか、石灰柳という花材で、うん、このね石灰柳を紹介した動画もあるので、よろしければ皆さんご覧いただきたいんですけども、うん、こういう一本一本動きが違う、はい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 、でこれちょっとね、あのイベントの撮影から時間が経っちゃったので、うん、若干枯れが入ってる部分もあるんだけど、うん、個人的にはこれもこれで味で面白いなと思うので、うん、まあ、このまま使っていこうかなと思う。なるほどね。植物の奇形に当たるんだよね、この形っていうのが。ああ、そうなんだ、うん、柳ってこう線でできてるが、よく見ると密集してるのね。本当は確かにそうだね、うん、固まってるでしょ。これが、まあ、石化って耐火とも呼ばれるんだけど。なるほど。でそれがこう固まって一本一本動きが違うものになってくるっていうのがこの石化柳の特徴。勉強になるな、うん、本当に。で生産者が最近だとあえて石化菌っていう菌をつけて、はあ、こういうなんか面白い独特の動きを作って、でそれがまあ生け花でこうやって用いられるっていうことがあるという、そんな花材ですね。なるほどね。なのでこの一本一本の動きをどう生かすかっていうのでも生ける人の個性が出てくる面白い花材。まあ今回このウニュウ柳のモワモワにちょっと太い線をこう絡ませていくとアクセントになるかなっていうところで。ああなるほど、こういうことか。本当に分かってんのかな。いやいやいや、なんか似てる感じの動きしてるしさ、うん、どういう風にやんだろうとか、なんか俺はねめちゃくちゃ細かく切ってどっかに乗せるのかなとか思ったんだけど。なるほどね。絡ませたりするとね、そっかそっか、太さの違いがよりこう際立つというか面白さになってくる。しかもちょっと枯れちゃってるのがね、もう片方の方の柳も少し先端が詰まってきてるのがあるから、 それと似てる感じで、うんうんうん、バランス取れてて違和感がないよね。確かに目の付けどころがシャープですね。まあ、ソニー派なんですけど。シャープが怒るぞ。テレビもカメラもソニーなんで僕は。あ、ガチのソニー派なんだ。レコーダーもソニーですよ。 PS5 を持ってますし。おお。家にあるテレビ2台ともソニーだからね。2台も必要？いらないけど。なんかあの深いご事情がありそうで。不具合が起きて新しいの買って帰ってきたら治ったんだよね、その不具合が。あー、なるほどね。全然関係ない話になっちゃったよ。もうでも完成かな。うんうん、こんな感じでどうでしょうかね。あー、すごいね。いや、すごいわこれは。あー、なるほどね。いや、すごいな。ちょっと画面越しだとあれか、ちょっと微調整してね。あー、やっぱプロだね。なかなかいい作品になったんじゃないかな。うん、まあ、でもこれ半分ぐらい俺の。いや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 。何言うとりますの。いやいや、だって花から花材まで一次産業でね。そう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 、花材をなかなかいいの選んでくれたからできたんだって言おうとしたけど、うん、一気に浮き失せた。沈黙は気になりね。そうだね。はい、ということでこんな感じで出来上がりました。いやー、すごいね。お疲れ様でした。なんでそんなやりきった感じ。いやー、すごいなと思うよ、本当に。なかなかね、うまくまとまったんじゃないかな、うん、やっぱ俺のアシストも良かったよね。まだ言うか、お前は。いや、でもまあ、本当にどうしようもない火災っていうのも、うん、中には出てくるかもしれない。まあ、たまにそういう時もあるかもしれないしね、うん、なかなか面白い企画だね。うん、てか、俺が面白い。うん、まあ、それが一番だよね。やっぱやってる人が楽しんでるのがさ。早速ね、まあ、こんだけ火災あるから、うん、2本3本とやっていこうか。そうだね、うん、せっかくだから。ということで、今日はこんな感じでご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。